こんばんは、プリティです。中野でね、ガンボという料理のメニューが載ったね、お店があったね。え、ガンボって何と思ったら、なんかね、端の方にアメリカニューオーリンズ発祥の家庭料理って書いてあるの。あ、そういえばそういうニューオーリンズの料理とかってあまり食べたことないから、おばちゃんやってみたってた。それでガンボってなんかオクラとか野菜を煮込んだなんかソースをライスにかけて食べる料理のことらしいの。え、なんかカレーみたいと思ったけど、全然カレーとは違うみたいよ。これトッピングでちょっとお金張っちゃうんですけど、ケイジャンシュリンプっていうの絶対つけた方がいい。ケイジャンって出ないやん。この味わいがすごくいい。
この大きいエビちゃんにもうケージャン の, あのソースがぶっかかってんだけど、これがねまたたまらないのよ。それでお店の人とねいろいろ話しててね、なんかオリジナルの豚丼みたいなのもあるっていうのね、それも頼んでみたんだっけ。え、なんやって、なにこれ、この肉菜は何、エアーシュラップじゃねえ。これもなんか素朴な味。アメリカでニューオリンズにしてて、自然な素朴な味が好きなのね。おばちゃんも嫌いじゃなくてよ。で、スパイスもいっぱいぶっかかってるし、体に良さそう、すごく。あと、お肉の味わいもすごいダイレクトに伝わるしね。たまらない。おばちゃんたまらないよ。これね、添えられたあのボトルに入ってるからしがまた合うのよ。いや、ニューオリンズの味ってこういう味なのね。もうちょっとなんかアメリケーンって感じで、なんか砂糖とかあの塩とかいっぱいぶっかけてんのかなと思ったら、いやもう全然素朴で美味しいのよ。思ってたのとなんかちょっと違かった。あと必ずポテトがついてると思ってた。あ、ポテトね。ポタとかないから、ちょっとアメリカンっぽくないなと思ってたけど。おばちゃん、いろいろアメリカ料理も食べなきゃダメね。あまり食べる機会ないかったからさ。ビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。